はい、どうもタンタンです。今日はビッグアイランドを紹介しておりますが、こちらマンゴー材、そしてソプラノサイズですね。こちらこんな感じで角度を変えると非常に綺麗な木目の出る、こういった感じの一本になっておりますね。はい、ヘッドの付き板の方もマンゴー材ですね。はい、こういった感じでかなりまあ綺麗な仕上がりの楽器ですし、音もね、こうもともとやっぱりマンゴーを使ってるものっていうのはコアのものに比べると少し柔らかめ優しめな印象があると思うんですけど、まあそういったのがまあこのソプラノサイズのね、ちょっとテンションの緩い感じと非常に合う。したね、ここはあのウクレレとはまた一味違う雰囲気っていうのが音の面でも非常にあるかなと思いますね。まあ、大体の方がねやっぱりコアのウクレレっていうのを最初に持ったり2本目とかでもね、やっぱりどうしてもイメージが強いのでそちらの方に行く方が多いとは思うんですけれども、まあ、ちょっと人と違う感じ、見た目の雰囲気もやっぱりこんな感じでコアとはだいぶ違いますし、音の雰囲気ももちろんそうですね。で木目なんかも、まあ、今回入ってきたこちらこういった感じで綺麗なこういった木目になってますけれども、マンゴー材の特徴としてはね、やっぱりその木目の感じも、もう本当に個体一本一本かなり、違いがある。同じようなのがあんまりないと言ってもいいかもしれないぐらい、こう、個体差がね、すごくあるタイプの木なんですよね。ですから、そのあたりも、こう、木目の雰囲気でね、こう、全くこう、人とね、やっぱり違うもの一本、そういったものを考えてる方とか、そういったものをなんか、いいのないかなと探してる方なんかには非常にこの辺のマンゴー材のウクレレっていうのはいいんじゃないかなと思いますね。でビッグアイランド他のメーカーはねあんまりこうレギュラーでマンゴーのものを多く作ってたりはしないんですけれども、このメーカーは、一応レギュラー品としてこちら出てますし、例えばサイズなんかも普通ちゃんとこのソプラノ、あとコンサート、テナーと全部この取り揃えてるので、そのあたりも例えばこういった感じの雰囲気のルックスが好きだけどもうちょっとサイズが大きいのっていう、そういった要望にも応えられるのかなというシリーズになってますね。という感じなんで、他のサイズでもやっぱりこういったちょっと甘めな感じの音っていうのは全部共通かなと思いますんで、そのあたりも含めて、まあ、ソプラノサイズが好きな方はになりますし、あとはコンサート、テナーと、まあ、使い、まあ、用途だったり、あとは弾きやすさですよね。やっぱりその辺に合わせていろいろと選んでいただければなと思います。ということでビッグアイランドのマンゴーウクレレですね、U の MO の SPS ですね、こちらソプラノサイズのマンゴー材の、ウクレレになります。ぜひこの木目気に入ったなという方はお早めにお問い合わせいただければと思います。それではタンタンでした。